はい、今週は、桜花賞トライアルチューリップ賞ということで、立東からは柳トラックマンと高橋トラックマンに来ていただきました。結構好メンバーが揃いましたが、各馬の体調含め、どんな感じだったのでしょうか。お願いします。採点8万取りますよね。打たせていただいたジュエラーなんですけど、まあ、大差追走してたんですよね。で、まあ、追い出して2馬身楽々先着ということもありまして、もう伸びる伸びると10.6やったかな、直線ね、切れた切れたって言って、ね、担当者3人が半持ってたぐらいですからね。はい、まあ、抜群の動きだったし、で、まあ、前回プラス10でもね、全然太め感はなかったですし、でもともとこの馬はたくましい体のね、タイプなのでね、インバらしからの体型してますんでね、いい感じに仕上がってると思います。そうですね、はい、なんか割と今年の牝馬って小柄な馬多いですよね。その中でやっぱりこれだけ500キロ越すような結構大きな体をしてる馬は珍しい、はい、余計にやっぱ目立ちますよね。そうですね、まあ、僕なんかもまあ気になる馬ちょくちょくいるんですけども、うん、まずそうですね、まあ、一番手に僕挙げたいのは実はシンハライトなんですよね。はいはいはい、うん、前回は、まあ、正直ちょっと僕追い切り本数が足りないんじゃないかなというふうに思ってたんですけども、うん、まあ、実際ね、まあ、体つきはもう前走と同じようにな、まあ、同じの馬体重で出てきたんで、まあ、1位仕上がってはいたんですが、まだやっぱりその本数が足りないあたりでどうなのかなと僕は思ってたんですけども、ただまああっさり勝ちましたしね、しかもデビュー戦とは全く違う競馬で、うん、このあたりにやっぱり能力の高さっていうのは感じられましたし、うん、まあ前回仕上げてない分やっぱり今回の上積みっていうのはすごく大きくて、でまあ稽古の動きもね、まあ、非常に滑らかにこうスピードに乗ってる印象がありましたので、前回からの上積みということを考えると、うん、僕はこの馬はかなり、うん、今日のこのメンバーの中でも上の方じゃないかなということ。体調面でも上積みは見込めるということですね。うん、おそらくね、はい、そんなに変わってないんですけどもね、うん、馬体はこうなんていうんですか、それほどこう変動がなく、まあ、おそらく成長していくタイプじゃないかなというふうに思うんですけども、うん、それでもやっぱりこう芯がしっかりしている印象を受けますし、うん、今回も怖い存在かなと思います。はい、あとはやっぱりレッドアバンスですかね、うんうん、ちょっと気持ち的にもゆったりしたタイプで、結構スローでも後方の方でしっかり折り合ってしまいの足を爆発させるっていうタイプの馬ですけど、稽古でも割とそんな感じがあって、今週はまあ割とこう緩やかなラップからしまってキュッとこう伸ばすような稽古をしたんですけど、うん、まあ非常にリズムよく走れてましたしね、しまいのキレとかも良かったと思います。うん、あとね、スミキュー社2頭いるんですけど、エルビッシュ、カイザーマン、うん、どっちがいいかって言われると、やっぱりちょっとカイザーマンの方がね、しまい1ハロも11秒9っていう結構切れる足を使ってたんで、まあ、前回ねちょっとね、馬場もありまして、あまりこうこの馬の力をうまくできていなかったんですけども、うん、あまりこう軽視はできないのかなというような、まあ、そういった雰囲気に僕は見えました。あとは外回り対応に来たりやね、まあ、そうですね、経験がないから、うん、そうですね、うん、もうずっとちょっと僕はこの動画撮ってるんでやってるんですが、半路の11秒台は熱いっていう話をゆきこさんがおっしゃっていて、うん、モーニンとオメガベンデッタと、まあ、結構ここやっぱり来てるので、前回ちょっと大敗してますけど、体調面は、うん、体調面はもう全然いいと思いますね、上向いてると、うん、はい、エルビシも悪くはなかったんですけどね、うんうん、まあ、サントワースにしっかりこう負荷をかけていますし、上積みはあんまないかもしれないですけど、体調はいいと思います。はい、あとグランボヌールかな、うん、グランボヌールもまあ中間大戦ヒルズに放牧出して帰ってきて、まなしで、ね、先週自己ベスト、今までの自己ベストは53秒3やったのかな、うん、で先週52秒にマークしてるし、まあ、本数的にはどうかなっていうのもあるんやけども、うん、この採点が連発してるから ね、まあ、そうですね、2週連続してるから、うん、まあ、販路担当者のね、そうですね、方を信頼するしか、ね、うん、ないと思うしね、多分1位乗り込んできたんでしょうね、はいはい、そ本数自体はあんま出してないですが、うん、そうですね、はい、まあ、
感じです。そんなところですね。ちょっと、まあ、電光アンチなんかも元気でしたけどね。今週ちょっと販路が比較的時計は早い。割とコースも早かったんです。コースも早い。全体的にね、週始めに雪が降って、それからなんか落ち着いたみたいな感じ。ああ、なるほど。という感じで時計面はそういう感じにもなっていますが、ちょっとまた本場を見据えてというところもいろいろあるかと思いますが、結構上位馬も割と万全の感じ で、クラシックというか本場を意識して、じゃあお釣りを残してるっていうまでじゃなくて、なんかそれなりに今回もしっかり仕上げてきたなっていう印象を全体から受けましたけどね。結構面白い戦いになりそうな、ハイレベルな一戦になりそうですが、まあ、ちょっとね東もいいレースがあるのですが、まあ、今回は、はい、ちょっとこっちのチューリップ賞にスポットを当てて、お送りしました。はい、じゃあ、まあ、最終結論は競馬8紙面にて、ぜひご確認くださいということで、今回は柳トラックマンと高橋トラックマンにお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。